ボイキシバンクチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、押し花を使ってできる簡単なしおりの作り方を紹介したいと思います。押し花って本にね、こう挟んだりとかして、結構1週間とか2週間ぐらい寝かさないとできないっていうイメージがあって、大変だなと思うんですけども、実は今回、電子レンジを使うことによって、すぐにできる方法を紹介したいと思います。この方法を使えば、子供が拾ってきたお花とか、今の時期、4月だったら桜の花とかも拾ってきたら、すぐに電子レンジでできちゃうので、ぜひやってみてみてください。ということで紹介させていただきたいと思います。どうぞ。今日の材料は段ボール2枚、ペーパータオル2枚、輪ゴム、拾ってきたお花、以上のものを用意してください。まず段ボールを下に引きます。その上にキッチンペーパーを重ねて花びらを広げていきます。1枚1枚置いていってもいいですし、少しまとまった状態で置いても OK です。その上にもう1枚キッチンペーパーを重ねておきます。さらにその上から段ボールを重ねます。全部重なったら、それぞれの紙がずれないようにしっかりと留めましょう。次に600ワットで30秒間電子レンジで加熱します。加熱した後は紙が熱くなっている可能性があるので、しっかりと冷めてから輪ゴムを外していきます。輪ゴムを外したら、段ボールとキッチンペーパーを剥がしていくのですが、少し桜の花びらが弱くなっているので、丁寧に作業してあげてください。1枚ずつゆっくりと剥がしていきます。これで押し花の完成になります。押し花が完成したら、あとは自分の好きな形に切った紙などに貼り付けて作ってくださいね。はい、いかがだったでしょうか。簡単にできるので、皆さんぜひやってみてください。これからもいろんな動画を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。